セブン。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 イエーイ。こんにちは、渡辺京子です。ギターお悩み相談所の初心者編。今回は、なんとかセブンスコードを克服しようというコーナーでございます。克服しようってこうね、思ってるんですけど、ちょっと口の周りが今、めっちゃくちゃ辛くてですね。以前、激辛ペヤングを食べるっていう動画を撮った時のその後なんですよ、実は。これって。めっちゃ今、口が辛くてですね。大丈夫かなって思ってるんですけど、なんとか乗り切りたいと思ってます。というわけで、今回ですね、何々セブンス、セブンスコードと言っても一口にね、一個だけじゃなくて、いろんな種類のセブンスがあるのをね、皆さんご存知だと思いますが、ごっちゃになりませんか？Uフレットとかで、コード名と、ね、歌詞だけが書いてあるやつで、このなんとかセブンスってこう、ね、書いてあるけど、なんかいっぱいあるねみたいな感じでね、わかんないってなりますよね。でこれをね、今日なんとかセブンスっていうのはこういう種類があってこういう押さえ方があるんだよという、それについてお話ししたいと思います。ただただ形を覚えるだけじゃなくて、その覚えやすいその覚え方というか、こういうことになってるからこうやって形ができてるんだよっていうのを覚えると覚えやすいと思いますので、その辺もお話したいと思います。じゃあ今日の動画の概要見ていきましょう。どんと来い、何々セブンスコードということで、何々セブンスコードのあらましについてまずお話ししたいと思います。何々セブンスコードは何種類あって、どういう構成になっているかということですね。そこをまずお話しします。で、下に書いてあるのはセブンスコード、メジャーセブンスコード、マイナーセブンスコード、マイナーメジャーセブンスコードっていうのがあるんですけど、それも詳しく一個一個お話しします。で、このセブンスコードなんですけど、一度形を覚えたら形が同じで1をずらすだけで他のルート音のコードに変えることができます。その話もいたします。そして最後にまとめですね。まとめをした後、いや、おまけで練習動画を、ご用意いたしました。これはですね、セブンスコードのこう名称がこう出てきます。それに対して皆さんで押さえると、ギターで押さえると、そういう練習、画面に出てきたものをギターで押さえるという練習があります。それをご準備いたしました。で、それぞれ、左上にテロップが出てます。今何を話してるかっていうのですね、ご自分でご覧になりたいところですね、そこまでこうテロップが変わるまで動画を飛ばしていただいて、そういう見方をされてもいいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、行ってみようと思います。行ってみようと思います。おばちゃんやね、本当。はい、ではセブンスコードのあらましはい、ではセブンスコードのあらましについてお話しします。まずセブンスコードってね、どういう構成なのかというところですね。ざっくりとお話します。まず画面を見てください。まずですね、そのセブンスコードっていうのは何なのかっていうところなんですが、その前にコードはですね、3つの和音からできています。ルート音と3度の音と5度の音という言い方をするんですけど、鍵盤で見るとこれ C メジャーコードなんですが、ドミソ、ドの下に R って書いてあって、ミの下に長3って書いてありますよね。これ3度の音で、その下に5って書いてありますけど、ドミソ、これルート音と3度の音と5度の音、この3つの音が、
一緒になって和音になっていると。これをメジャーコードと呼んでいます。三和音なので音楽用語ではトライアドと呼びます。で、ここにもう一つ音を足して四和音にすると、これが何々セブンスコードのことなんですよね。例えば、次の図ですけど、間一つ飛ばしでドミソの後ラを飛ばしてシを足すと、でこれを足すことによってセブンスコードを作ってる。でこれは C メジャーセブンスコードという名前になるんですけど、間一つ飛ばしで音を重ねるということですね。これで4和音になってると。でこの一つ飛ばしで足される音がですね、ルートの音から数えて7番目の音になります。ドレミアソラシね、7個目の音になります。なのでそのことからセブンスコードと呼ぶわけです。ただですね、この7番目の音、実は2種類あって、ルート音から半音下の音と全音下の音があります。ルートから半音下の音、まあ、ギターで言うと1フレット下っていうことになるんですけれども、その音小7度と呼びます。英語で言うとメジャーセブンスという呼び方をします。そしてルートから全音、ギターで言うと2フレット下の音を単7度というふうに呼びます。これは英語で言うとマイナーセブンスと呼びます。この2つがあります。で、細かい話は省略しますけれども、この長7度、単7度をメジャーコード、マイナーコードにどちらかに足すということで、4種類のセブン、なんとかセブンスコードっていうのができます。図で見ていただくと分かる通り、足す音、単7度と長7度。で、どちらに足しますかと、メジャーコードなのかマイナーコードなのか、この4つの領域で分かれてまして、メジャーコードに単7度を足すとセブンス、表記上は C7 みたいな感じで C の横に7と書いてある、そういう形になります。そしてメジャーコードに長7度を足すと C メジャーセブンス、あ、メジャーセブンスですね、例え例として C メジャーセブンスと書いてありますが、ここで使われる M は大文字の M になります。これメジャーセブンのことを表しています。そして下の段、マイナーコード、マイナーコードに単7度の音を足すとマイナーセブンスコードになります。例として Cm7 CM7 って書いてありますけど、この M が小文字になりますね。そしてあんまり出てこないんですけれども、マイナーコードに長7度を足したもの、これマイナーメジャーセブンスという名前のコードになります。例えば、例として Cm7 表記上は Cm で、小文字の M、 そしてメジャーの大文字の M が書かれて、その後にセブンスの7っていう、そういう表記になります。でセブンスコードについては、もっと詳しい動画を以前作ってます。こちらにありますけれども、まだご覧になってない方はよかったらご覧ください。この動画の概要欄に、アドレスを書いてますので、はい、ご覧ください。でなんだか難しいなって思っちゃった方ね、なんか理論的なことはよくわかんないんだよっていうね、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、ギターはですね、形を覚えれば、それで例えばこれマイナーセブンスとかね、その形を覚えるだけで弾けるようになりますんで、ご安心ください。でその形を今からお話しします。なお今回はですね、5弦ルートの押さえ方、5弦ルートのコードの押さえ方、例えば A とかですね、 A ですね、この押さえ方からの派生の形で、なんとかセブンスコードの形をお伝えしていきます。
本来は6弦コードでもマイナーセブンスだったり、他の押さえ方でもあるんですけど、今回は5弦ルートのコードの押さえ方だけでお話します。それとこのアコースティックギターでやってますけれども、エレキギターも形は同じですので押さえ方一緒になりますからご安心ください。ということで、じゃあ一つずつ見ていきましょう。はい、ではまずセブンスコード、ね、表記上は、例えば A のセブンスだったら A という音名の後に7とこういうただの7って書いてあるやつですね。セブンスコード押さえ方はこうなんですけど、図を見てみましょう。セブンスコードはメジャーコードに単7度を足したものです。コードフォームとしては図の通りなんですが、メジャーコードの形、メジャーコードの形はルートの音が3弦の2フレットにあります。で、単7度っていうのがルートから2フレット下の音でありますということで、ルートから2フレット下の3弦の開放というところを音を鳴らすという形になりますので、セブンスコードの形はこういう形になりますと。形としては、なんか2点同じ高さでこう揃ってありますねみたいな感じになるんですけれども、で、押さえ方としては、基本の押さえ方はこういうふうに中指で4弦、薬指で2弦という、こういう押さえ方になると思います。こういう形ですが、この形 A の形のまま横にずらしてこう B7th という形にもなるんですけど、その時は薬指と小指で押さえます。こんな感じですね。はい、これが 7th です。はい、続いてメジャーセブンスコード。メジャーセブンスコードの響きはこういう感じで、なんかちょっとふわーんとした感じなんですけど、これはですね、メジャーコードに超7度の音を足してます。図で見てみましょう。 A のメジャーコードの形から、先ほど出てきたように、3弦の2フレット、そこにルートがありましたので、その半音下超7度の音を足すということで、こういう三角形の形になりますね。で、コード表記としては M が大文字であったり、三角であったりします。そういう楽譜もあります。押さえ方としては、A の時、要は正波がない時はこういう形、中指、人差し指、薬指でこういう風に押さえるんですけど、 B コード、正波がある時は薬指、中指、小指、こうですね、こんな形、こういう押さえ方になります。はい、続きまして、マイナーセブンスコードですね。マイナーセブンスコードはマイナーコードに単7度の音を足します。こういった響きです。もう悲しい、切ない、そんな音ですね。これは表記上は小文字の M の後に7という数字が書いてあります。で、たまにM のとこがマイナス記号になってる、そういった楽譜もあります。マイナス7みたいな感じですね。そういうのもありますけれども、小文字の M と7っていうのが書いてあったらマイナス7ということです。図を見てみましょう。マイナーコードの押さえ方、ね、そこの、3弦の2フレットのルート、この音から2フレット下の音、要するに単7度の音ですね。
それを鳴らしてあげるという形で、このような形になります。押さえ方としては、 A コードの時は2弦の1フレットを人差し指、4弦の2フレットを中指、こういった押さえ方をするのが基本ですね。で、 B コードになると人差し指が制覇しなくちゃいけなくなるんで、こうなるんですけど、中指で2弦、薬指で4弦、こういう押さえ方になりますですね。悲しい。はい、最後にマイナーメジャーセブンス。マイナーなのかメジャーなのか分かんないですねみたいな名前ですけど、そういうセブンスコードがあります。これはですね、あんまり聞いたことないっていう人も多いと思いますが、その理由はあんまり、世の中にある曲の中で出てくることがあんまりないからです。こういう時に使われます。わかりました。ここ A マイナー、 A マイナーメジャーセブンス、 A メジャー、 A マイナーセブンス、こういう徐々に下がっていくときに出てくる、経過和音パッシングコードって言ったりするんですけど、そういうときによく使われます。まあそういうときにしかあんまり出てこないというコードなんで、そういうものなんですけど、これはマイナーコードに、超7度の音を足していると、そういうものです。こういう響きですね。図で見てみましょう。マイナーコードのルートの音、3弦の2フレットのところから1フレット下の音、超7度ですね、その音を足してこういう形になります。押さえ方としてはちょっと複雑で、こうかな、こういう風に中指を2弦、人差し指を3弦で、薬指を4弦、こんな感じ。 A コードだったらですね。で、 B コードだったら、こういった押さえ方がいいかなと思います。人差し指で2弦、中指で3弦、小指で4弦、この押さえ方ですね。なんか独特な響きですよね、これ。こういうマイナーメジャーセブンスコードです。はい、ではセブンスコードですね、普通のセブンスコード、メジャーセブンスコード、マイナーセブンスコード、マイナーメジャーセブンスコードですね、この4つお伝えしましたが、今まで、ね、A コードのところでばっかり説明してましたけど、例えば A メジャーセブンスね、これ A コードってここに人差し指があると思って、この形でずらしていくと、B メジャーセブンス、 C メジャーセブンス、 D メジャーセブンスという形で、形は変わらないんだけど、位置が変わるとその違うコードを弾けると、そういうものなんですね。ですので、コード譜なんかでなんとかセブンスっていうのが出てきたら、まずその音名の横に書いてあるセブンスの意味、ただの7なのか大文字の M なのか小文字の M なのか、はたまた小文字の M と大文字の M 両方書いてあるか、ね、その辺を見て、何セブンスだと、まずそこをパッと見てですね、で、どの形なのか、これなのか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 、ね、この4つのうちどれなのかってパッと見て、あと音名A なのか B なのか C なのか、その辺を見て、あとはどの辺を押さえるということがサクッとできるようになると、コード譜を見た時に、あ、何々コードね、何々セブンスコードねみたいな感じでパッと押さえることができるようになります。ってなってますか今。それはですね、まず4つのコードね、
そのなんとかセブンス、その形をしっかり覚えましょう。ね、こういうセブンス、メジャーセブンス、マイナーセブンス、マイナーメジャーセブンス、この4つをしっかり頭に叩き込む。そしてここは A、ここは B、ここは C、ここは D、ここは E、ここは F、ここは G というのを場所を覚えると、ね、それを時間をかけてでもいいですから、その覚えていくということですね。まずそれをやりましょうということです。で、その場所、どこに何の音があるかっていうのを場所を覚えるための練習、それを行う動画を以前上げています。こちらになりますけれども、概要欄にリンクを書いておきますので、よかったら、ご参照ください。はい、お疲れ様でした。今回お話ししたセブンスコード、何々セブンスコードですね、まとめるとこのような形になります。この画面スクショして使っていただいていいと思います。4種類のセブンスコードですね。普通のセブンスコード、メジャーセブンスコード、マイナーセブンスコード、マイナーメジャーセブンスコード、この4つがあります。そしてその押さえ方はこのようになってますということで、はい、ぜひこれを覚えてください。で、今回は5弦ルートのコードの押さえ方のみでお話ししましたけど、最初にもお伝えした通り6弦ルートでも同じようにマイナーセブンス、メジャーセブンスという形で、あとセブンス、マイナーメジャーセブンスは難しいな、こうか、マイナーメジャーセブンスというのは他のでも抑えれるんですけれども、またそれは別の機会にお話ししたいと思います。では最後におまけでクイズを行っていきたいと思います。クイズの練習、クイズで練習、これからランダムに、セブンスコード、何々セブンスコードをこうパッと画面に出します。何々コード、ね、でそれを皆さんパッとそれを見て、どこだっけ、どの押さえ方だっけっていうのをこうパッとやるという、そういう練習です。では練習やってみましょうね。第1問、 C マイナーセブンス。第2問、 B メジャーセブンス。第3問、 F セブンス。第4問、 D マイナーメジャーセブンス。第5問、 E セブンス。第6問、 A メジャーセブンス。第7問、 G マイナーセブンス。ここから難しくなりますよ。第8問、 C シャープメジャーセブンス。第9問、 B フラットセブンス。第10問、 E フラットマイナーセブンス。第11問、 F シャープマイナーメジャーセブンス。最後の問題、第12問、 G シャープメジャーセブンス。
はい、お疲れ様でした。